はい、アラート連邦共和国 Vlog です。ですね、昨日かな、今年の夏のですね、富士急ハイランドの、新しいマシンのまだ開業はしてないんですけど、まあ、あの施設自体も出来上がってて動かせるので、報道関係者向けに、公開がありまして、で取材に行ってきました。で、私はですね、絶叫マシーン嫌いなもんですから、もう正直に言います、怖いんですよ。怖いっていうのか、まあ絶叫ですから、怖くないと絶叫になんないですよね。しかも日本に数あるああいう遊具ね、遊園地の、遊園地って言っていいのかな、まあ、遊園地ですねの乗り物、絶叫マシーンの中でもう富士急ハイランドは一級品ですからね。世界中から来ますからね。まあ、インバウンドってね、まあ、コロナの間はあれでしたけど、その前後、インバウンドで外国からいっぱいお客さん、日本に来ますよね。で、まあ、もちろん普通の観光地も行くんですけど、富士急ハイランドめちゃくちゃ多いんですよ。で、何回も来るんですよ。だから、リピーターが多いんですよね。もちろん富士山の観光も最初の頃は、富士五湖とかね、富士山そのものの観光とかもすると思いますけど、近く観光地多いので、写真撮ったりとかね、インスタ映えするようなやつも行くと思いますけど、富士急ハイランドに行っちゃうとですね、その1日で全部回るの無理なので、何回も行っちゃうんですよっていうぐらい、富士急ハイランドの絶叫マシンっていうのは日本でも有数のマシンが揃ってますけど、まあ、大体ですね、おおむね1年に1回ぐらい、リニューアルするか、あるいは新しいものを作るですよね。大体年に1回ぐらいのペースなんですが、まあ、ちょっとコロナでそういうのができなかったので、久しぶりの新、絶叫マシンなんですよ。まあ、必ず絶叫とは限らないんですけど、今年は絶叫ですね。で、なんていうマシンかというと、なんだったかな、あれ忘れしちゃった、ゾッコンっていう、で、まあ要はジェットコースターですよ。ジェットコースターなんですけど、普通はそのね、座席に座って、まあ、まあ逆さまになるか回転するか、そのバックするかは別としてですよ、まあ上からバーが降りてきて、で、もうガチガチにね、固定されて、もう、手はね、その、肩から降りてくるバーをもう掴んでおくしかない。まあ、それ万歳する人もいますよ、そら。そういうのが流儀になってるところもありますけど、今回のやつはですね、まあ、もちろんその、レール、軌道の上をね、コースターが、まあ、何両も連結されて、動くのは一緒、ジェットコースターと一緒なんですけど、その座るポジションっていうのがですね、バイク、オートバイと同じ、まあ、完全に同じじゃないんですが、バイクのようなライディングポジションで座るっていうコンセプトなんですよ。なので、バーはありますけど、こう、ハンドルみたいな持ち手がありましてね、で、そこを掴んで、乗るわけです。だから当然前傾、若干前傾姿勢になりますよね。完全な前傾姿勢ではないですし、またなんかタンクがあってそこにまたがってニーグリップするようなものでもないです。まあ、どちらかというと、まあ、普通の椅子、座席ですけども、まあ椅子としては別になんかまたがるわけじゃないので、フルフラットのスクーターに似てますけど、まあだけどハンドルはかなりっていうかね、ちょっと低め、な感じのハンドルを持つようになってるんですね。で、すんごい高いところに行くわけじゃないです。富士山とかご存知の方は分かると思いますが、ありますね、ずっと上まで上がっていって真っ逆さまにもう落ちるみたいなね、そういうのじゃないんです。で、結構低いところを走ります。
いわゆる絶叫マシン、高いところが落っこちるような絶叫マシンと比べればですよ、かなり低いところを走ります。なんなら地面に張って走るようなところも多いです。ただしですね、やっぱりバイクに似せてるので、バイク乗りの人にはぜひ乗ってもらいたい。私乗ってませんよ、お連れ様が乗ったんですけど私は乗ってません。ただその映像を撮ってるので、プレス公開だけなので、一般のお客さんはまだ開業してないので入れませんので、まあ報道関係者しか乗ってませんので、その記事作成用に特別に腕にね、腕っていうか手の甲にカメラ、ウェアラブルカメラをぐるぐる巻きに巻きつけて、で、乗車している間、その前方か、あるいは自分の絶叫ね、自分が絶叫したカーを撮影することができたんですよ。普通の時はできませんよ、報道関係者向けの特別仕様でできたんですよ。で、その映像は見ました。お連れ様がね、私は乗れないので、でお連れ様を連れていくんですよ。お連れ様を連れて行って、その子に乗ってもらうというパターンなんですけど、その映像は見ました。あ、なるほど、バイクを意識して作ってあるなという感じでした。で、何がですね、そうなのかというと、バイクですから、走る、曲がる、止まるが3要素ですよね。で、走ります。走りますけど、普通のコースターって、その、高いところに一旦上げますよね。これはチェーンで、何らかの動力を使って、まあ、坂を上がるか、そのまま垂直に上がるかは別として、まあ、何せ高いところに上がりますよね。その位置エネルギーを解放して、運動エネルギーに変えますよね。で、スピードをつけていく。あるいは真っ逆さまに落ちる。まあ、何らかの運動をその自由落下でさせてますよね。まあ、自由落下ではないですけどね。線路の上走ってますから。それでもね、意外とあれね、ジェットコースターって時速にすると70キロ、80キロも出てないんですよ。そんなに言うほど速くないんですよ。ただやっぱりそのかなり高いところから真っ逆さまに落ちるっていうその恐怖が絶叫の、まあ、一つの要因になってるわけですが、これはですね、そういう動力は一切使ってません。使ってないんですよ。で、どうやって動かすのか、なんか空気圧とかね、ジェットエンジンで肩パラトみたいにね、射出させてるのかって、そういうことじゃないんですよ。もっと先進な技術を使っています、リニアモーター方式で加速させます。なので普通に平坦のところからリニアモーターカーと一緒で、そこから一気にガーンと、平坦なところを急加速するんですよ。で、これってバイクの急発進と一緒ですよね。レースとかで、一般の公道であんまやっちゃ迷惑だからダメですけど、とにかくバイクが平坦なところから、ね、用意スタートで レース場でですよ、一気にガーンと加速するのと同じような感じで、リニアモーターの力で平坦なところを いきなり走り始めます。スタートすると、だから一番最初にカタ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 って上がっていく、このプロセスはないんですよ。加速させるところは全部リニアモーターを使ってます。要は電磁石ですねを使っていきます。だから一番最初のジェットコースターみたいに何らかの動力を使ってゆっくりゆっくりカタ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 上がっていくっていう、まあその間に期待を膨らませたり不安感っていうのはあるんですが、そういうのは一切なくて、いきなり加速し始めます。平坦なところからで、あとは走るバイクね、一つ走り出す、その急加速、位置エネルギーを元に落下する速度じゃなくて、リニアモーターでいきなりガーンと加速して走り出すっていう、そういう、走るっていう要素。だから曲がるっていうのは、これはですね、まあレースでもそうですし、一般の行動、特に峠とかね、そうですけど、まあ結局こう右に左にバイクを倒して、曲がるわけですよね。まあ、ワインディングとかじゃあれですけど、つづら折れみたいなね、右に左にもうずっとひたすらカーブが続くみたいなのありますよね。特にレース場だとそういうコースありますよね。
ワインディングで右に曲がってるけど、その間ずっとつづら折れみたいな、そういうのありますよね。で、そういう風に線路が作られてます。なので、バイクのライディングポジションでいて、右に左に振られながら、どんどん加速していっていくわけです。で、競輪じゃないな、オートレースとか見たことある方いますかね。オートレースってオーバルコースって言って、すごい斜めになってますよね。ぐるぐる回るのにね。平坦だと曲がりきれないので、最初からカントがついてますね、これね。で、そこをバイクが、こう、カントに対して垂直で走りますから、結局平面から見るとこう曲がってるわけですよね。そういう、コースで、ひたすら左にカーブしていくのをすごい角度をつけて、こう、ビューって曲がっていく。でもライディングポジションなんで、こうなってますよね。だから、リーンウィズですけど、まあなんかリーンっぽく、レーサーっぽく、バイクのね、そういう雰囲気が味わえる。で、走る、曲がるでしょ？で、止まるでしょ？止まるんですよ。止まって大丈夫なんですよ。なんでかというと、全部リニアモーター使ってますので、別に位置エネルギーをどっかで、発生させる必要がないので、別に止まっても大丈夫なんですよ。で、止まってまたそこから急発進するんですけど、まあ、最後は、あれですかね。ちょっとバイクとは関係なくて、ちょっと古い話で申し訳ないんですが、銀河鉄道999ってわかりますかね。銀河鉄道999って、こう地球からね、宇宙に出るときに、線路途中でなくなりますよね。あれは無限空間軌道っていうのがその後にあるから、もう物理的な線路は、その駅の構内だけでいいっていう、そういう設定なんですけど、あんなような感じで、上までガーンと上がっていって、途中で、ジェットコースターの線路なくなるんですよ。で、まあ当然そこ途中で止まって、あとはその位置エネルギーを使って、これ動力なしで、射出した、リニアモーターの力で射出して、上まで行かずに途中で止まって、その位置エネルギーで反対側に、要するにバックですよね。バイクはバックしませんので、普通は。ハーレーとかね、あんなでかいのじゃない限りは、バックギアありませんので、反対に行くわけですけど、それと確かに怖そうですよね。後ろ見えませんからね。今通ってきた道ですけど、どの方向に急に曲がり出すかっていうのはいちいち覚えてないですから、急に曲がり始めるとね、前見てても仕方ないですから、かといって後ろ見ても見えませんしね。なので、どの方向に進んでるのかわからない恐怖はありますけどね。で、そうやって止まるんですけど、来た道を行っても面白くないっていうことでですね、止まって、なんか映像が、トンネルの中ですね。トンネルの中みたいなところで止まるんですけど、そこでなんか映像とか流れたりするんですけど、その間にですね、何が起こってるかというと、モノレール、ちょっとここから鉄道マニア的な話になりますが、モノレールのポイントってわかりますか？モノレールって実はポイントあるんですよ。まあ、線路のね、鉄道の線路のポイントみたいにこういうやつ、とはちょっと違いますけど、まあモノレールってモノのレール、一本のレールなのでモノレールですけど、まあ若干ちょっとジェットコースターは違いますけど、まあ何せですね、トンネルの中が二股に分かれてまして、行く方向が違うんですね。つまり軌道が二つあるんですよ、線が。で、こっちから戻ってきたやつが、トンネル内で止まってですね、なんか映像流れて、なんかいろいろやってる間に、前の線路が、こう、2本あったんですよ。で、こっち側に行くやつとまっすぐ行くやつありますよね。この線路がガーンって入れ替わるんですよ。これモノレールと大体同じような仕組みですね。モノレールと同じような仕組みで、軌道が変わる、要はポイントが変わるわけです。普通の電車でいうところの。ポイントが変わってですね、次リニアモーターで発進した時には、違う線路を走ってるというね。だからコース自体はそんなに長くはないんでしょうし、意外と狭いところを走ってるっぽいですけど、あの大掛かりなねやつに比べて、しかもこう地面に沿うようなところを走ってますので、そんなにね、なんか外から見てて、あ、どこ走ってるなって分かんないんですよ。あんまり高いとこ走ってないので、地面スレスレのところもあったりするので、でしかも狭いところに線路を張り巡らせてですね、
経路を2つ作ってるんですよね、ポイント切り替えによって。なのでどこ走ってるのかさっぱり分かんないっていう、その怖さもありますよね、という感じで、バイク乗ってる方は分かると思いますが、地面スレスレの方が、速度感っていうのはかなり高いですよね。高いところよりもライディングポジションって高いところの方がね、まあ、例えば座席、シート高が高いとかね、まあ、そういうものの方がスピード感って実はあんまりないですよね、でかいバイクってね。むしろそのちっちゃい原付とかね、ああいうものってシート高低いですし、また結構地面スレスレでね走ってたりしますよね。まあでもそもそも原付ってそんなにスピードが出ませんのであれですけど、まあ、あの車体で100キロ出てるんだったらむちゃくちゃ恐怖だと思いますよね。という感じで、意外と地面スレスレのところをしかもバンクねしたまま、カントがついてバンクしたままビューンと曲がっていきますので、まあ、一般の人にはバイク乗ってない人には恐怖感は多いと思いますね。ただバイク乗る人はもう身についてるので、リーンウィズがね、なのでバック出してる時はもう全く分かりませんけど、怖いだけですけど、順方向で進んでる場合は先の線路が前の方に座ってると見えますよね。それとどうしてもカーブの出口を見る癖があるじゃないですか、バイク乗りって。そうしないとバイク曲がらないので、見た方向に曲がるので、ハンドルで曲がるんじゃないので、だからハンドルをギューとかしてもジェットコースターなんでもちろん動かないですよ、固定されてますけど、だけど首だけはその曲がる方向に多分向けますよね。そうすると意外と体もその方向に自然となんか順応して、コースターが動くその動きに合わせてなんか多分勝手にリーンウィズになってると思うんですよね。だからその面ではバイク乗りの方はそれほどなんていうんですかね、振られる恐怖、こう左右にねバン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 振られる恐怖っていうのはないと思います。だけど普段行動でできないようななんかバイクの体験っていうのは、かなりできるんじゃないかと思います。もちろん私だってレース場で走ったことなんかありませんし、そんなにねスピードを出して行動を走ったこともありませんけども、まあ、だけど山道だとかね峠もそうですけど、まあ、そういうところって、まあ、そんな極端じゃないにしろそんなような運転はしますよね。普通に曲がり方だってそうですよね。信号出て左折しようと思ったら、90度、ほぼ90度に曲がるわけですから、小回りで、まあ、そうするとやっぱりバイク倒して曲がりますよね。歩行者いないことを確認すればそのままスロットル開けてバーンと曲がりますよね。でそれがずっと連続して続いてるのが、まあ、サーキットみたいなもんですから、前方の線路の進路が見える位置に座ったのであれば、まあ、おそらくバイク乗りの人はそんなに恐怖を味わえない代わりに、サーキットの疑似体験が、そのコースターでできるんではないかというふうに思います。鉄道マニアの方はそのさっき言ったモノレールのポイント切り替え、線路の切り替えが見えるので、周りの、ね、装飾 LED でいろいろ流れるんですけど、映像が、まあ、それに見とれてると分かりませんけど、ずっと前の方を見てると、うわ線路動いたポイント切り替わったって分かりますの で違う線に転線していくっていう、その楽しみはジェットコースターではあまり全くないわけじゃないですよ、全くないわけじゃないですけど、あまりないですよね。私香港ディズニーランドで、なんかそういう乗り物、そんなに言うほど絶叫じゃなかったですけど、乗ったことあるんですけど、それは転線しました。けどもあんまり線路ポイント切り替わって転線するっていうコースターはあんまり知らない、まあ乗ったことないからだけかもしれませんけど、でも、まあ、鉄道マニアの方にはこのゾッコンっていうコースターはその線路が切り替わって転線するという楽しみが味わえると思います。だからまあバイク乗りと鉄道マニアの方と、あとは普通のそのライディングポジションとか何にも知らない、ただ単に
なんかバイクっぽいものにね、コースター乗って、なんかバイクっぽくこう握る、握って、なんか前傾姿勢になって乗ってるだけで、なんかすごい恐怖心が味わえるっていう、まだこれ、いろんな人に、違った、まあ恐怖感とか楽しみ方とかがあるんじゃないかと思いますね。バイク乗らない方っていうのは、おそらくハンドルがちょっと下の方にね、あって、胸よりも下ですね。胸よりも下にあると、どうしても上からハンドルを握っちゃいますよね。バイク乗りの方はわかると思いますけど、あんまこんな握り方しないじゃないですか。普通こうじゃないですか。ね、こう握ると、そこに体重かかって、かえってしんどいですよ。普通はこう握りますよね。前からこう握ってこうですよね。右でね、スロットでこうやってこうあんまりしない。ゲンチャリだとすんのかなと思いますけど、そのライディングポジション、姿勢によっても握り、ハンドルの握り方を見てるだけで、あ、この人バイク乗ってるなとかあ、この人は乗ってないなとかいうのが分かるのも面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、バイク乗りの方はぜひ、これ続行をね、開業を間もなくしますので、ぜひ乗ってみて、まあ、レース場でのね、サーキットでの、体験したことない人がほとんどでしょうけど、私もないですけど、まあ、サーキットの走りっていうのはこんなもんなんかなというね、なんかそういう、バンバン体が振られていく体験なんかをしてみてはいかがでしょうか。その他もいろいろね、新しいのあるんですけど、今回のプレス報道関係者向けの、取材対象はこのゾッコンだけだったので、その他のものはまだ準備が整ってないみたいで、まだ公開されてなかったので、行けませんでしたけど、まあおそらく月内には公開されるんではないかと、まあ、報道関係者でもね、事前公開されるんじゃないかと思いますので、まあ、もしも時間が合うようだったら、また取材に行ってみようかなというふうに思います。はい、そんな感じで、富士急ハイランドのゾッコンっていうね、今年オープンする新しい、今年の夏オープンする新しい、絶叫マシンの、私は乗ってませんけども、まあ、バイク型だったので、まあ、一応バイク乗りの端くれみたいなもんですので、どんな体験ができるのかなっていう、映像を見た後、現物走ってるのを見ただけですけど、そんな話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。